はい、アカシクサーチンです。サブスクでいただきましたリクエストです。妾が多かった渋沢栄一さんが今のタイミングで新1万円の顔になったのは時期的に適切だったのか、クエスチョン。アカシクサーチでのジャッジをお願いいたします。お仕事面では日本経済に多大なる貢献をされたので1万円に乗るような偉人だとは思います。ということですが、時期的に適切だったのかというのが、彼は江戸末期の生まれで、そこから明治にかけて活躍をされて、で、その時期では、妾が多いというのは、適切な行為、行動だったから、問題ないということかでしょうか。かな。妾の多かった。時代的には多い人もいたでしょうが、時期的に多かったので、新1万円の顔になることは問題がないと、現代では判断されたのか。それは時期的な問題だったからか。というのは、アカシックレコードはどうジャッジするかということかな。ですね。時代が良かったというか、それは、もちろんあるんでしょうね。別に問題ないというジャッジをされなかったならば、新一万円札の顔にはならないでしょうから、妾が多かったにせよ、大切に扱ったということではないかな。渋沢栄一さん、いろんな会社を立ち上げたりとかですね。偉人ですが、この人はですね、私的には、非常に国際感覚が優れていた方に、ということに尽きるかな。ロジカルというよりは国際感覚ですね。人付き合いとか、その辺のセンスのようなもの、人脈、天才的頭脳でどうにかしたというよりは、国際的センス、おしゃれ感的なもの、による人脈形成で、いろんな業種の会社を立ち上げておられますが、彼がやったというよりは、彼の人脈でそれぞれの専門家をうまくチーム化していったという、そういうことでどんどんいろんな会社を作ったと思うんです。時期にあったんじゃないかな。この人のような国際感覚を持ってた人っていうのは、一定数、どの時代も一定数いるんですが、今の時代だったら大したことできなかったんじゃないかなと思いますね。あの時代でお金もあってチームあってということと、彼の国際感覚的なものの、融合ですよね。それによって、多大な功績を残したという感じですが、このリクエスト質問自体は、時期的に適切だったのかということで、そうですねということになってしまいます。はい、こんな感じですね。新しい1万円、最初ね、すごいチープな感じがしたんですけど、だんだん慣れてくるとね、初対、本当ですね、1万の、いいなっていう感じが最近はしてきております。はい、以上でございます。それではまた次の動画で。